どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、ポストワーウィックオーバーホールっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、居住地オーバーホールモッドとなっておりまして、ワーウィック農園に制作者さんの手によって作成されました建物が追加されるモッドとなっております。追加されます建物なんですが、周配送センターのような建物となっておりまして、とても作り込まれたものとなっております。もちろんですね、通常の居住地となっておりますので、今まで通りクラフトなども可能となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、居住地オーバーホールモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドと有使用ベースゲームモッドの間にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、ワーウィック農園にどのような建物が追加されたかご紹介の方をしていきます。で、モッドが適用されます居住地なんですが、マップで言いますと、マップ南東にありますワーウィック農園となります。近くで言いますと、 FMS ノーザンスターの残骸や、アトムキャッツのガレージ、スペクタクルアイランドが近くにある居住地となります。で、現在はですね、ワーウィック農園の方に来ております。目の前にある建物がモッドによって追加されましたものとなります。何か必要か？食べ物がたくさんあることはいいことだよ。前は一日に一回しか食べられなかった。
クトロン指導ワット更新に努めます。
簡単なご紹介となりましたが、ワーウィック農園に制作者さんの手によって作成されました集配送センターのような建物が追加されるモッドとなっております。とても作り込まれた建物となっておりまして、さらにクラフトなどもできるようになっておりますので、また良ければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はポストワーウィックオーバーホールっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。